どうも。こんばんは。イエーイ。皆さんどうもお元気ですか？おだえりです。元気です。小田さんは私もそこそこ元気です。もう帰ってきたんだ。だってあ、私さっきねツイッターでぼっちゃん劇場に愛媛に舞台見に来ましたって言ってたけど、今日じゃないです。あれは今日じゃない。インスタ見たよ。だってお、今日はこれ。去年買ったけどね、去年は着れなくて、今年もね夏着れなくて、そう今年の夏はずっとレッスン着だったからさ、着る機会なかったから今日はこの服着てお出かけしました。うん、その服何だって。これはリリーブラウンの可愛いお洋服。イエーイ。これ私服です。今日はお出かけってか買い物しました。買い物チャイナ服っていうか、まあなんかチャイナ風トップス。帰ってきたのが、みんな今日じゃないよ。私が愛媛行ったのは結構前に行った。そう、愛媛に行きました。私は愛媛に行って浜ちゃんの舞台を見に行きました。坊ちゃん劇場のジョン・マイ・ラブ。はい、 いやめっちゃ良かった。皆さんもジョン・マイ・ラブ見に行ってください。今はねさやりんが主役じゃないヒロイン、今はサヤリンが出てる。待ってめっちゃ濃い、待ってめっちゃ濃くなった。そう先月行きました。先月はい、あのめっちゃ良くて、愛媛ね、ぜひ皆さん行ってほしい。もう本当にね良かったの。なんかミュージカルなんですけど、なんかすごいやっぱね、なんかみんな練習してるから、浜ちゃんもすごいね、なんかめっちゃ歌も上手くて、もう超演技も良くて、なんか鉄っていう役なんですけど、チームメイトメンバーがね代わりがある。横山とかもやってて、横山、浜、さやりんが今までにやってたんだけど、なんかもう本当に良くて、なんかもうね浜が出てきた瞬間にね鳥肌が立った。浜鉄マジで超良かった。え、そう、しかもなんか泣いちゃうし、面白くて普通に笑った。なんか舞台ってさ、なんか笑わなきゃなんかいけないシーンみたいな、なんかさ面白いシーンだなっていうの分かるけどさ、なんか声にね出せなかったりそういう時もあるけど、普通に笑っちゃった。なんかおもろくて、うん、で普通に泣いちゃった最後。うん、え、めっちゃ良かった。もう浜、しかもなんか浜がなんか鉄って役にぴったりすぎて、私が思ったんですけど、そうぴったりすぎて、なんかもうありがとうって、なんかもう全てにありがとうって感じで、なんかもう浜にも鉄を演じてくれてありがとうだし、なんか鉄って役もなんか存在しててくれてありがとうって感じで、なんか本当に全てにありがとう。本当になんか見られて本当に良かったです。うん、なんかもう浜の代表作
マジで。だからぜひ皆さんもね、1年間チームメイトメンバーが代わり代わるねやる舞台なので、ぜひ皆さんお時間があればね、見に行ってください、見に行ってみてください。愛媛の坊ちゃん劇場、空港から車でちょっと遠かった、多分そう電車でも多分遠い。そう、東京ではやらないんです、坊ちゃん劇場ってところだけでやるから、ぜひ皆さん見に行ってみてください。エリちゃんが出るとき行こうかなって、私は出ないです、出ない。行きたくなりました、だってぜひ行ってあげてください、ぜひ見に行ってください。愛媛ツアー、明日で2年経つのか、だってやばっ、マジ明日で2年、あっという間。楽しかった愛媛ツアー、エクステつけてね、ロングヘアでさ、なんか最初のお祭り、おばあちゃん前のお祭りで、誰ですかってファンの方に名前教えてくださいって言って、小田えりなですって言ったら、小田えりかって言われてびっくりされた。ね、ああいうのまたやりたい。エクステお便りはいつ見られますかって、もうつけたいけどね、あれは高いから、そんなね軽い気持ちでつけられないのよ。うん、髪切ろうぜ、だってね、別に何でもいい、今はねこんぐらい長さが安定だ。ハローフロムジャカルタ、ワオジャカルタ、エリちゃんも綺麗な人見たら幸せな気分になる、だってなります、綺麗な人見たらはぁってなる。うん、紫似合うな、だってね紫好き、私紫の服着るとテンション上がる。なんかさ、携帯がさ iPhone12 Pro だからさ、広角レンズでさ嫌なんだけど、広角レンズじゃなくするにはどうしたらいいんですか？広角レンズマジで嫌や。前の携帯の方がなんか漏れてた、なんかいい感じに映りすぎてる、
だから前の携帯の方があんまりなんかあんまり映ってなくて、なんかちゃんとぼやぼや、ちょっとぼやぼやしてて漏れてた。端っこに行くとちょっと伸びるだって。え、マジそうだよね。光学レンズと端っこに行くと伸びるよね。なんか携帯 iPhone、 iPhone でーす。エリナちゃん、私はマニラからのあなたのファンです。サンキュー。いた、インスタ良かったらっていいねとコメントよろしくお願いします。何時起きだって。今日はね10時起き。北京で見てるし、おお、いろんなとこから見てる。インスタやってるよ。インスタね、今年中にね、いっぱいまた更新したいけどさ、難しいよねインスタって。インスタは今年中にフォロワー5万人いけたらいいな。でもそのためにいっぱい更新したいけどね、毎日さ更新って難しい。ちょっとしたストーリーとかも嬉しいだって。毎日フォローしたい。ツイッターもすぐ終わりね。ツイッターも今年中に5万人行きたい、フォロワーで。インスタも、インスタね頑張んないと。インスタライブとかできるよ。インスタライブとかしたらフォロワー増えるのかな。服のブランドどこの？リリー・ブラウンです。増えると思う。へえ。エリちゃん、フリートの書き初めみたいな動画なくなって悲しいだって。やろうと思えばできますよ。インスタライブやってない。なんかショールーム毎日やってるから、そうインスタライブはねやってない全然。
小さな国チャンネルに10月11日と31日登場らしいです。小さな国チャンネル待ってます。来れんのかな。人672人おめでとう。あ、間違えた。672日おめでとう。ありがとう。いつもこうやって配信できるのは見てくださる皆さんがいるからです。ごめん、画面配信止まっちゃったよね。一回配信一回止まっちゃいました。止まりましたよね。すいません。ハマちゃんから LINE が来て、上にピョコンって出たから押したら止まっちゃいました一回 LINE の画面に携帯の画面が行っちゃった。そうだから私今ハマちゃんを既読無視してることになる。ごめんね。ハマちゃんは既読無視しても大丈夫よ。だってダメですよ。ハマちゃん、8日のソーシャルディスタンス公演楽しみすぎだって。楽しみにしててください。肩のフォルムがなんかいいですね。そう、ちょっと前かがみになってたからこうなっちゃう。こうしよう。ジャンポケ何回見て面白いやって見てください。ジャンポケロード見てね。 YouTube で今公開されてるのでぜひ見てください。ルーマはまだ覚えてない組のレッスンが今日始まったらしい。だって。あ、知ってる。そうなんです。みんな頑張ってます。ひななもレッスン受けてた。
ひななのメールにエリちゃんの浴衣見えない写真載ってた。どういうこと？眠そう、今日は朝早かったの。だって全然10時に起きた。そう、私ショールーム始めるとあくびが出ちゃう病気なんです。だからね、全然気にしないでください。気になると思うけど。そう、ショールームやるまではすごい元気なんですけど、ショールーム始まるとあくびが出ちゃう病気なの、マジで。それ映るだって。ごめんね、ごめんね。やばい、あくびが止まらない、マジで。あくび止まらない、あくび止まらない、あくびが止まらない、あくび止まらない、あくびが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 止まらない、ちゃっちゃちゃん。ショールーム始めるとあくびが出ちゃうんだ。なんでかわかんないけどあくびが出ちゃうんだ。眠くはないけれどあくびが出ちゃうんだ。眠くはないんだよ、でもあくび出る。あくび出ちゃう、なんでだろう。眠くないよ、なんであくび出ちゃうんだろう。わかんない、あくびが出ちゃうよ、あくびが出ちゃうよ。なんでかわかんないけどショールームするとあくび出る。眠くはないけどあくびが出ちゃうよ。超楽しいけどあくびが止まらない、ちゃっちゃちゃん。ミラーボールありがとうございます。なんで RG さんみたいだねって来てる。 RG さんってこういう芸風なんですか。そうなんだ。
芸風かぶっちゃった。今日は何曜日でしょう。火曜日。なんで？なんで火曜日？火曜日って何が楽しいですか？火曜日は何が楽しい？火曜日は火曜日楽しいのだから火曜日あ毎日楽しいだってすごあと4日で土曜日が来るところ火曜日は火曜日みんな火曜日に対して感情ない火曜日興味ないやん。月曜日が楽しいのはじゃあ月曜日のじゃあ月曜日の楽しいことは何ですか。休み明けで仕事仲間に会えるですか。月曜日は「ジャンプ」って間違えて「ジャンプ」が読めるから新しい月曜日は肩慣らし月曜日最悪月曜日に楽しみなどない月曜日は憂鬱月曜日めっちゃ嫌いじゃんみんな月曜日が超嫌いで火曜日は何も思ってない興味なくてじゃあ水曜日は水曜日ちょっとウキウキ、水曜日は真ん中だから気合い入れ直す水曜日は残業しない日水曜日好きだっておお水曜日一番憂鬱って言ってるえなんでだろう水曜日まだいいだって水曜日終わりが見えてくるあ確かに水曜日も休みにしてほしい水曜日でも水曜日はさまだもう月火頑張ったからって感じだからねまあ水曜日は水曜日頑張りますと思うだけじゃあ木曜日は木曜日木曜日こそ一番早く帰りたいって思うんじゃない木曜日一番早く帰りたいでしょテレビがおもろいだって疲れがたまる木曜日は頑張れる木曜日で割とだるいもう土曜日が見えてきてるだって週末まであと少しって感じ木曜日流す金曜日は金曜日金曜日会議多い金曜日大好き金曜日好き金曜日は一番好きだって金曜日になったらめっちゃコメント早いみんな金曜日大好きやん
めっちゃ金曜日好きやん。みんな土日仕事休みなのかな。私が一番好きな曜日土日かな。だから電車が空いてるから。平日とかだったら朝とかからお仕事だったら電車さ混んでるから土日かいい好きかな。それはそう。土日土日も仕事なのは芸能人つらいですよね。でもあれです、平日休みの時もあるから。私今日とか休みだったから。そう、曜日感覚あんまないんですけどね。電車が空いてると、あ今日土曜日なんだとか、あ今日日曜日なんだとかって思う。そう、友達と休み合わない。友達と遊ぶ約束、なんか会おうねって予定してた日も全部仕事になっちゃってる、今月とかも。だからそう、なんか明日とかじゃなきゃ、なんか私はもう何週間後とかの予定をね立てれないから、もう明日とか、うん、とか空いてるよとかって、そういう組み立て方じゃないと友達と会えない。休みの日はだいたい家族と一緒だって。一緒、今日も家族と一緒にお出かけした。家族と買い物して別れて一人で買い物。映画見てない最近。映画館行きたい。それな。お話し会の服決まってないよ。あれ前日に決めるから。いつも見たい映画あるの？あんまない。マスカレードナイト見たいけど。iPad 買ってない。買いたいね。イカゲームって何なの？最近流行ってるよね、イカゲーム。みんなイカゲームとか言ってない？なんかしかもめっちゃなんかグロいんですよね、イカゲームって。イカゲーム黒い。分かっていても見たい。分かっていてもはなんか YouTube に載ってるなんか広告みたいな、なんか2分ぐらいのやつ見た。でも早く絶対見る。分かっていても
なんかね、分かっていても早く見たい。分かっていてもよかった、だって語ってほしい、だって怖いドラマなの。いや多分分かっていても私の中では結構胸キュンだと思う。分かんないよ、全然知らないけど、なんか深めの胸キュンドラマだと思ってる勝手に。うん、知らんけど、全然胸キュンっていうか恋愛系、深い深めの恋愛系。見たい。カウントダウン TV 出演素敵でした。ありがとう。体の調子良い、だって。え、めっちゃいいよ、元気すぎ、元気すぎてやばい。ポテトチップス一昨日食べた。筋肉痛じゃない。三角チョコパイの季節だよ、食べたい三角チョコパイ。花火した、だって昨日花火した。カウントダウン TV 出てたら後ろから花火がボワーって上がって、夏だって思いました。ね、みなとみらいのさ花火の祭りとか行きたいよ。来年は行けたらいいな。来年こそは行けたらいいなって思いまする。屋台とかで食べたいチョコバナナ。みなとみらいの花火行ったことあるの？だってあるよ、毎年行ってた気がする。
がネタがナッシング。一番好きな数字は0。ゼロ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 。あと少しで10月6日6あね、明日は最高の一日です。一番好きな番組は何ですか？有吉の壁。好きな四字熟語は四面楚歌。好きなアルファベットはE。子供の頃毎週楽しみにした番組はリンカーン。なんか10時からだけど頑張って起きてた、見たいからリンカーンを。そうでもね、寝ちゃう時なんかリンカーンの運動会とかも好きで、そうでも途中で寝ちゃうんですよね、眠くて。E から始まる一番かっこいいと思う言葉は、エクスペトラパトローナム、エリーポッター。今日はもう寝るんですか？だって。ゲームしよう。ドボンもね、します。私がドボンするって言ったらみんなもしてくれますか？って悩んでる人もいる。ドボンしようと。エリちゃんって体柔らかいの？だって鬼硬いです。鬼のように硬い。じゃあドボンしよっかな。9時台メールも書かなきゃ。
じゃあ皆さん、じゃあ今日の配信はこれで終わりたいと思います。じゃあ皆さん、じゃあ最後におランキングを読みます。いきます。13位日野党、12位ジョンアット群馬ニアおだし、11位ごめん先生、10位 TZY、9位翔太アットおだいりしかかたん、8位ボマ、7位直樹、6位くるりんアット今日のおだいりちゃんいい女かましまし、5位マーアットおだし、4位みやちゃん、3位マッカーシーアットおだし、2位ゆうと、そして1位はカンタアットカンカン、ありがとうございます。じゃあ本日の配信も見てくれてありがとうございました。またね、明日も配信するので見てね。ではバイバーイ。